はいみなさんこんばんは。カモフラチャンネルです。えー、令和2年1月の16日夜の9時25分です。えーとですね、えー、先ほど、えー、本日挙げさせていただいたですね、えー、平塚正幸さんの、えー、猫くださいという動画についてですね、えー、僕の意見を述べさせていただいた動画の、えー、コメント欄の中にですね、えー、2019年、去年ですね、 2019年の時はですね、平塚さんはこんな発言をされていましたよというようなね、えー、URL を貼っていただいた方が、えー、数名いらっしゃいました。でですね、えー、その動画を、えー、見たところですね、えー、平塚正幸さん、その当時、去年ですね、2019年当時はね、えー、ペットに対してこういう見解を示されておりました。ペット文化はおかしい。虐待であると。 動物に対する虐待であると、えー。人間のわがままであると。動物と人間とは距離感を持って、えー、動物は野生に返すべきであると。動物本来の世界を守ってあげるべきである。野生に返すべきであると。えー、ペットを飼うという行為は人間のわがままで、ある意味虐待であるんだということを超えたからかにですね。 えー、熱弁されております。おりました。で、年が変わります。2020年、昨日ですね。えー、猫くださいという動画を配信されております。えー、血統書付きの猫がいいなぁと配信されております。えー、その期間にですね、平塚正明さん、どういった風な、えー、心境の変化があったんでしょうか。えー、全く僕にはわかりません。でですね、 えー、社会活動家、平塚正幸さん、サイフラットマウンドさんということですが、えー、ご自身のね、えー、口から出た、えー、口から出した発言にはですね、えー、責任というものが伴うんですね。えー、N 国党に対しての、えー、彼の発言もそうですよね。えー、N 国党員、 当時は、えアンチ枠だったとしてもですね、え立花投手の近くにいると、え立花投手の魅力が、えわかってきたような気がするとか、え立花投手が、え投手がこう言われているので、え自分もこうするとかね、え立花投手に相談してみて、えこう言われたので、え僕もこうしようと思いますとかね、えそういった風な発言を、えされておりました。えその当時は、え僕自身も、え平塚さんの 動画も見ておりました。N 国党員だった当時はね。でですね、いろいろありまして、N 国党から抜けられましたよね。その後、急遽、急にですね、手のひらを返して、N 国党、または立花党首に対して、アンチ発言をされるようになりましたよね。嫌がらせと取れるようなこともですね、田中政策首相との間でもありましたよね。 そういった形でね、今回の猫、まあペット文化に対しての手のひら返し、また N 国とまたは立花党首に対しての手のひら返し、こういったね、言動や行動を見ていてもですね、平塚正幸さん、サイフラットマウンドさんという方にはですね、一貫性というものがないんではないかなというふうに僕は思いました。 やはりね、えー、人を導く、えー、社会を変えていこうとする方のことを社会活動家と呼ぶというふうに僕は思っております。えー、そういった人物がですね、えー、ある時期はこういった発言をしていたが、えー、時間が経って、えー、見ると、えー、全く違う180度変わったような、えー、意見を、えー、発言するようになった、ね。そういうふうな人に対して、 えー、誰が頼ろうと思いますかっていうことなんですよね。誰が物事を相談しようと思いますかっていう話なんですよね。えー、物事にはすべ、えー、て、えー、発言にはすべて責任というものがついてまわります、えー。大人になったらね。皆さんもうそれはご存知のことだと思いますが、えー、例えば、えー、友人関係でもですね、えー、コロ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 意見を変えるやつっていますよね。 え、単純に性格が優柔不断な人というのは、まあ、ちょっと可愛いなと思って見れますが、例えば一緒にご飯を食べに行って、えー、何食べるっていう風になって、じゃあ俺焼肉丼、えー、牛丼食べるわ、みたいな話になって、えー、注文をして、えー、オーダーを取りに来てくれて、 えー、焼肉丼って言って、えー、やっぱり、えー、ちょっと違うやつをオムライスにするとかね、えー、そういった風な、あの、意見の180度転換というのは、可愛いいものですが、えー、やっぱりね、YouTube 上でですね、社会活動家として名乗ってですね、えー、問題提起、社会に問題提起、ペット文化に対して問題提起をしていたのであればですね、えー、それは、 えー、貫いて、えー、ペットを急に猫くださいとかね、いう動画を、えー、作ってはダメなんじゃないかなというふうに思いますね。えー、過去にそういう動画を、えー、あげられていたということを、えー、皆さんは知っている人もいらっしゃるでしょうし、知らなかった人もいると思います。そしてですね、えー、ものすごくずるいなと感じたのは、えー、その過去の動画、えー、ペット文化は、 人間のわがままだというふうにね、えー、完全否定している動画は、えー、今現在、平塚さんは消しております。削除しております。えー、猫くださいという動画を配信された後ですね、えー、本日に至るまで約1日ですが、おそらくその期間に、えー、消,さ消されたのではないかなと思います。まあ非公開にしたのか、削除にしたのか、削除したのかはわかりませんが、自分が過去に発言した、 えー、発言内容をですね、完全に削除して撤回してですね、いきなり180度違う意見を言われております。えー、それが今回の猫くださいの動画だったわけですね。えー、N 国党に対しての態度も全く同じことが言えると思います。えー、今後ですね、えー、僕はこうしていきたい、これをしたいというふうに、えー、平塚さんは、えー、YouTube 上で色々と発言をされていくと思います。 ですが、えー、100%それを鵜呑みにしてですね、えー、例えば協力する人、支援する人、えー、Amazon 欲しいものリストで、えー、物品を支援する人、お金を出してですね、買う人、いろいろ、えー、周りにいらっしゃると思いますが、えー、そういった、えー、平塚さんの言動行動をですね、落ち着いた目で、一歩引いて、よく、えー、見て、判断をした方がいいと思います。 特にね、お金のかかることなどはね、特にそうですよね。先ほどの動画でも言いましたが、えー、チャンネルメンバーシップ、えー、こういったことをしていきたい、ああいったことをしていきたい、えー、ということをこれからどんどん発信されると思います。なので、月額料金を払ってください、というふうに話が結びついていくと思いますが、そのお金を本当に出してもいい相手なのかどうか、ということも踏まえてですね、えー、今回の、えー、ペット問題、えー、猫、 犬ですね、えー。今回は猫ですが、えー、2019年に発言されていたこと、そしてそれが、えー、まあ2020年になって180度コロッと変わったと、えー、そのあたりを、えー、ちょっとお話しさせていただきました。まあどうでもいいけどね。